すな。Oh!
ンってのはどいつだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうか、ルフィ。てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。うちの航海士を泣かすなよ。俺はお前をぶっ飛ばしに来たんだ。ふざけ、下等種族。俺とてめえらて生まれた瞬間からすでに次元が違うんだよ。もういい、不在庫はなしだ。やっとあいつを助ける方法が分かった。こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。次乗るなんで下等種族。ゴムゴムの Oh, 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 oh.
パークが落ちた。8年もかかったけど。やったな。アーロンを倒し、ナミとココヤシ村に自由を取り戻したことで、ナミが航海士として正式に仲間に加わり、バギー、クリーク、アーロンと名だたる大物海賊を倒したルフィの名は海軍本部にも伝わり、晴れてお尋ね者となり、上機嫌のルフィと麦わらの一味はグランドラインのほど近く、仲間は長い航海に備えて買い物に出たが、ルフィだけは町の広場に足を向けた。うっはー、海賊王の見た景色。そしてほら君、今すぐそこから降りなさい。そこは世界政府の管理下にある特別死刑台なのだ。今すぐそこから派手に死ね。ま、誰だ。ようやく会えたぜ、麦わら。なんだ、バギーか。よーし、ふざけんな。相変わらずいい度胸だな、このすっとんきょうが。これからてめえの公開処刑を始める。ギャッハッハッハッ。
光栄だろ。海賊王と同じ場所だ。あ、スモーカー大佐、タシギ総長。なるほど、海賊同士のいつすぐに突撃を。バーカ、俺がこの町から海賊を。これより派手死刑を公開執行する。私の見込んだ男もここまでか。最後に何か言っとくか。まあいいさ、どうせ誰も貴様に興味など。俺は海賊王になる男だ。言いたいことはそれだけだな、クソゴム。その死刑待て。サンジ、ゾロ来たな。ゾロ、だが一足遅かったな。とにかくあの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。やっちまいな。そこでじっくり見物してやがれ。てめえらの船長はこれにて終了だ。全隊戦闘中。俺、死んだ。笑った。にゃやっぱ生きてた。もうけ。広場を包囲、海賊どもを追い込め。来た、逃げろ。さっさとこの町出るぞ。もう一騒動ありそうだ。あの男、死を覚悟して笑ったらと。海賊王ゴールドロジャーと同じように。あいつらを追え。絶対に島から出すんじゃねえぞ。市民の避難が完了しました。攻撃を開始します。背中で大砲を使うなんてむちゃくちゃね。砲台を抑えて攻撃を止めるのよ。ゾロノア、ゾロ待ちなさい。
大佐だ。前を海へは行かせねえ。まだわからねえ。黙々の身の能力で俺は突風だ。今のうちだ。お前ら走れ。今ので雷の次は突風だと。これが全て偶然だが、奴が何者必ず追い詰めてやるぞ。みんな急いで、あそこから逃げるわよ。基地から増援を呼べ。俺は先回りして奴らを待ち伏せる。バラバラに逃げた方がいいわ。メリーゴーで落ち合いましょう。
ルフィ、俺たちは仲間のフォローだ。全員無事に逃がすぞ。許せねえ。叩きのめして島を出るぞ野郎ども。ゴム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 の退路を塞いでやめ。おやつと気温が下がり続けてる。それにあの雲、雷はさらにひどくなるわね。とすれば暮らしを壊していけば取っ手を妨害できるかもしれないわよ。逃がしゃしないよ。あの男は私のもんだからね。そこのお兄さん、ちょいと助けとくれよ。いやらしい海兵に追われて困ってるんだ。お任せくださいお姉様。港はそっちじゃねえぞ。うわ、あの魔性の女を倒すしかねえな。
私のこれまだわかんないのかい。アルビダ、ああホビコの鈍感、あこの海で、そして私はうるせえ、嫌だ、この私、私は決して忘れない。あんたはこの私の顔を初めてぶった男だから。私の見込んだ男だね。そんなことしてる場合じゃねえ。ナミさん、すぐに行くよ。Thank you.
なくなるぞ。おい、これ見ろ。えっ、わおっ、見ろ、世界中におあんたら、ことの深刻さが分かって強い賞金稼ぎに狙われるかもしれないし、このそのと、この白陵の相撲が本部大佐の名にかけて、麦わらの一味、逃がしません。やろうがんばん、海軍より先にクソゴムの首を取っちまえ。復興の準備は私がやっとくわ。あんたたちは敵をどうにかしといて。ほれ、ライオン、頼む。熱いご用だ、キャプテン。待ってろよ、クソゴム一味、まとめて叩き止めしたら。くそ、ナミさんの言う通り、飛来心を壊しとくんだったな。俺が目指すのは世界一の剣、それまで負けるわけにはいかねえんだよ。逃がしません。ゾロノはゾロ、頼む。すごいやつだな。ここまでだ。何があったって曲げられない正義がある。どうしろってんだ、クソスタレ。ボンドホこの刀は渡せねえんだ、どうあってもな。じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない。私が女だからですか。男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたにはわからないでしょうけど、私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだよ。前にあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか。なんだとこら。そうっちょ、ダシギ、それ何やってんだ。いいから引っ込んでろ。すいません。ロゴノの三刀流三百本堂ガノン。俺様から逃げようったってそうはいかねえ。派手に切り刻んでやる。いいところに現れるじゃねえか。
てめえ今日だけは見逃してやる。手首をかかれねえように用心しとくんだな。出さねえと言ったはずだ。このゴムの。また来た。あいつをぶっ飛ばさねえと船を出せねえ。このゴムの。そこで必ず潰す。こいつすげえ強え。ここで捕まるわけにはいかねえ。なんというか俺に指図するなとそう言っとけ。あの光を見て。島の灯台か。導きの火。あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする？しかしお前何もこんな嵐の中を。よっしゃ、グランドラインに船を浮かべる進水式でもやろうか。うえい。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。行くぞグランドライン。
ローグタウンを出してついにグランドラインに突入した麦わらの一味。やがて上陸した島に待ち受けていたのは、その戦いの中でバロックワークスに潜入していたアラバスタ王国の王女ビビを成り行きで保護したルフィたちは、内乱の危機にある祖国を救い、しかし先を急ぐ航海の途上でナミが高熱を発して倒れてしまう。ビビはかつて島を治めていたドラム王国は医療大国として知られていたが、海賊の襲撃に遭い、国王のこの島の医者はワポルによって連れ去られ、ドラムロック山頂の城に想像を超える過酷な雪山で様々な障害を越え山頂を